こんばんは、吉田拓郎です。今月からですね、こういう形で、皆さんとお会いできるというのを、本当に、幸せだなと、本当に思ってるんです。まず、早速ね、たくさん来ているメールを、メールはがきから紹介していきたいと思うんですが、あつき、あつきという方から、ところで拓郎さん、うがいは上手にできますか？このコロナの予防、手洗い、うがいと手洗いがいいと私は聞いてますが、私はうがいがうまくできません。うがいの下手な人っていうのが意外といるんですけどもね、我が家でもですね、もうとにかく朝からね、外へ一歩でも出た時にはもう必ず、外部から人が入ってきた時なんかもですね、例えばクリーニング屋さんとかね、宅急便のヤマト屋、佐川急便とかそういうのが来た時とか、からもう我々が一歩でも外に出た時は必ず2人ともですね、もう手洗いとうがいとは本当にしっかりと、もう手がガサガサになるぐらいですね、一日うがいと手洗いはやってます。うがいはね、おろろって ね、うるるるってやるんですよ。で、家の中にはね、コロナ菌は今いないと思うんですけども、やっぱり念のためね、2人で一応ですね、不要不急でない場合ですね、本当に不要不急でない場合は、2人で必要以上に近づかない、はい、2人が必要以上に接近しないようにしようというわけで。なんだそりゃっていうことですが、とにかく、不要不急でない場合は接近しないっていうような規律を作ってですね、毎日を過ごしております。それから、爽やか万太郎、みゆきさんの最後の全国ツアーね、中島みゆきのこれが中断しているようですが、拓郎さん、みゆきさんのバックで、悪女をやりたいと、ギターを弾く夢があったじゃないですか。その思いを果たすのは今回なんですけど、やるしかないでしょう。古川さんとのツインギター、古川ってね、中島みゆきのバンドの、リードギターで、僕も一緒にね、スオちゃんたちとやりましたが、そうなんで、今ね、中断してるからね、まあね、こういう事態だからちょっと、まあ、話してみますけどもね、みゆきのね、中島みゆきの音楽やってる瀬尾ちゃんとはね、時々メールでやり取りしてるんです。まあ、してたんですよ。で、このことでね。で、まあ、いろいろとリハーサルとか大変だったみたいで、この後ろでちょっと内緒で後ろでギター弾くっていうこの件に関しては、まあちょっとペンディング状態になってたんですけども、そしたらね、事態がこういう事態になってしまって、だから、まあ中島みゆき全国ツアーはとりあえず、なんか全国ツアーに関しては今後はやらないかもしれないというふうな言ってるんで、今後はどうなるか分かりませんが、とにかくね、ステージにね、悪女がいいんだな。それで、その後そのどこかもこう決めないでね、大阪出るよとかそういうんじゃなくて、ふわっと、もう風のように、もう風が好きな風のようにふわっと行って、ほいでそこにいたかいないか分からなかったっていう状況で、吉田拓郎でしたとかって、そういうことじゃなくて、空気のようにこうスーッと行って、ふわっと引いて、それでもう俺だけ納得して帰りたい、そういうステージをね、僕はやりたいと思ってるんだけどね。まあ、そういうステージやりたいって言っときながら、多分僕はホームページで「あそこ出るよ」って え、神戸でやるよとか、そういうことを言いそうな気もするけどね。それから、鹿児島の東、コロナウイルスの蔓延で特にライブハウスが危険な場所だというふうに、言われています。拓郎さん、いっそのこと野外でライブをやったらどうでしょうか。そうすれば、いろんなリスクも少なくなりますし、野外は拓郎さんお手のもんで、
なんせそういうののイベントの生みの親なんですから。で、まあ、妻乞いなんかでやろうもんなら、これはもう大変な話題になって評判になりますよっていう言ってますけどね。まあ、野外ならね、ライブハウスよりはリスクは少ないかなと思うけども、確かに妻乞いだったらね、空気はきれいだろうしね、酸素もおいしいだろうし、あの辺りはね、富士山の、湧き水も豊富だしって、何の話してるか、とにかく水もおいしいだろうし、ただしですよ、じゃあ、どうやってその妻乞いまでみんな来るんだと、ねえ。だってあれじゃん、電車に乗んなきゃ妻乞い来れないんだからさ、なんも電車が大混雑するか、それはもうリスクが大きくなるし、でバスだってそんなバスを連ねてなんてことは、バスは満員になっちゃうわけだから、もうダメだし。じゃ全員が自宅からこう徒歩で通うのかっていうのはありえない。この企画はダメじゃないか。野外でもどこでもできないんだよ、今は自粛するしかないんだよ、こういうね、イベントとか。浩司55歳は先日会社に何かの営業で、うちの会社のネーム入りのボールペンが届いたんですが、ただでもらったと喜んでおりましたが、そのボールペン使ってみると書き味が普通のボールペンなんで非常にこうつまらない。なぜかと言いますと、以前、ブログで拓郎さんから教えてもらったと勝手に思っておりますが、僕はいつもジェットストリームを使っているんです。お客さんに自分のボールペンでこうちょっと書いてくださいよって使ってもらうと、あ、書き味いいねこれと褒められます。拓郎さんの嫌いな、いかに拓郎ファンかという話ですっていう。あ、熱すぎて嫌だな、こういうファンはな。あれでも忘れてましたけど、確かに僕昔ね、いつだったかね、ジェットストリームっていうボールペンがいいよって書いたことあるね、これ。で、あれは確かにその後も今でも使ってるなよ。あの頃は確かね、太さがね、0.7ミリの太さの、細かい話だな、マニアックな。0.7ミリの太さのやつを気に入ってるんだって書いたんだけど、今はね、0.5ミリの方が使いやすいってことに気がついてね。でも今でもね、ジェットストリームを使って書いてるんですよ。今度エッセイ書いてるんですけど、エッセイといえば、俳句アートの解放誌みたいなのが、リニューアルするっていうんで、今それ用にエッセイを書いてるんですけどね、これはちょっと、解放だけの特典ということになりますが、今でも、僕はこのボールペンはもうこれでやってるんですけどね。それから、ラジオネーム、ロイヤルブルー、お相撲の春場所から目が離せませんでした。ね、いつもは、テレビに映り込んでいる着物姿の妖艶なおばさまや、その隣に座るおじさまに目が行ってしまって、つい余計な妄想にとらわれちゃったりしてたんですが、今回行司の下守伊之助の張りのある声、ニューっていう声だな、あの人ね、声がすぐ裏返るんだな。力士のすり足や四股の踏む音、取り組み中の力士の息遣いすら聞こえるような緊迫感、そして弓取り式は土俵を清める儀式だったという、こんなふうにお相撲を見たことはなかったですが、いつもと違うということが非常にあってよかった。本当に今回の僕も相撲を見てましてですね、テレビ観戦が楽しかったな。なんでかっていうとね、いつもね、客席の同じ場所にね、これ言っちゃっていいよな。例えば東京なら東京のね、名古屋なら名古屋の、大阪、福岡でも必ずね、そのご当地の、きっと相撲が大好きなんだろうな、その大好きな相撲ファンっていうのは分かるんだけど、いつも同じ顔がね、同じ場所で映るんだよな。で、それ必ずなんつうの、まあ、おっさん、おばさん、ね、なんだよ。そのさっきのあの人が言ってたような、妖艶なおばさまやとかそういうんじゃなくて、なんか、まあ、着物を着てる人も確かにいるんだけど、それもまあおじさん、おっさん、おばさんなんだな。まあ、はっきり言って、
あんたたちさ、こう、たまにはちょっとその同じ席じゃないとこに、例えば、たまには2階席行ったらどうなんやとか、1階でも、ちょっとその、毎日毎日同じ相撲でいうところのね、砂かぶりっていうね、一番テレビに映る場所、そこに来なくても、もうちょっと後ろの方に行ったらどうなんすかって言いたくなるぐらい、テレビにね、同じ顔の人がずっと映ってんでね、僕ちょっとね、正直言ってね、相撲はいいんだけど、うちね、テレビの画面がめちゃでけえんだよ。そのせいもあって、そのすげえアップになって映るから、まあ、ちょっともう見飽きたなっていうのがあってね、ちょっとそこに、あなたたち映るのよ。またテレビカメラもさ、少し考えろよな、アングルとかいろいろな。それでね、ちょっとだったの、今回も誰も後ろいないからさ、すっげえすっきりして、お相撲に集中できたな。そして、朝乃山だね。うん。朝乃山はね、これいいな。で、またこれで、ここで朝乃山って言うとね、あなた、拓郎さん、ちょっと前に照ノ富士じゃなかったのかっていうふうにね、言われそうなんですけどもね、そうじゃありません。ええ。照ノ富士っていうのは、あれは僕の奥さんが、例によってですね、その時々にこう、目立ったスポーツ選手に興味を示すという、まあ、ある種の女心といいますか、まあ、なんでしょうね、時々ね、スポーツ選手でね、こう、すごい活躍をするとね、お、いいじゃないとか言って、興味を示すんですけどね、今、ほとんどないですね。あんま照ノ富士って言わなくなっちゃった。はい。今、スポーツ選手で何か言ってんのは、まあ、また出てきたけど、スポーツだと、監督、西野監督っていうのがちょっとね、ちょっとなんか今聞こえたかもしれませんが、この秘密は、後ほど、お伝えしますが、西野監督。だから、遠藤やっと選手は、依然として好きらしいですけどね。僕はね、今、本当相撲はね、朝乃山。本当にいいですね。まあ、前からね、ちょっとこの朝乃山の相撲ってのは、久しぶりに見るね、この本格的な四つ相撲ってやつで、こら、近いうち上で相撲を取るようになるんじゃないかなっていうふうに、まあ、一応僕は自宅では断言したんですがね、大関の座に甘んじないで、ぜひ横綱も目指してほしいなと思ってるんですけれどもね、それで、今日さっきちょっと言いましたが、ちょっとなんか微妙な音とか、なんかもしかしたら人の声とか、そういうものが聞こえてくる可能性もありますが、それではそろそろ始めましょうか。さいたま市のジックからメールが来てまして、ラジオ今から楽しみにしております。都会は新型コロナウイルスの蔓延が懸念されます。特に高齢者はご注意が必要なようです。収録はスタジオまでお越しいただくことなく、ご自宅での収録放送ではいかがでしょうか。お住まいになられているお部屋やベランダのお花の紹介、奥様の飛び入り参加など楽しい放送になると思います。吉田拓郎の「オールナイトニッポンゴールド」は、今月から月に1回、やることになりました。まあ、考えたんでね、毎週1回のね、ラジオでないとってずっとやってました。ああ、レギュラーっていうのも、やっぱ毎週1回っていうのはだんだんきついなとかね、なんていうのあるし、それから、だからといってラジオはね、僕の青春の始まりでもあり、それをまたずっと続けてきたという歴史もあり、ラジオっていうのはなんか一生の友達なんだなと思ったり、なんか、いろいろ考えてたら、日本放送のね、T 君、彼は以前に、坂崎君と番組やってた時の、そのディレクターをやってくれた、まあ、T 君としておきますが、何度かミーティングをしているうちにですね、月に1回の2時間っていうんだったらやるかっていうようなことで、
小手調べにですね、12月と2月に番組やりましたね。それやってみてなんかやれるなと、よし4月から月1ならやってみようということになったわけです。そして、そしてですね、皆さん、なんと本当になんとそのこの第1回目、つまり初回放送ということですか、なんとこの放送は吉田拓郎の自宅から、自宅で今やってるんです。僕が自宅の、その僕がいつもの仕事部屋、僕のいつもの仕事部屋というか、この、ここで詩を書いたり作曲したり音楽聴いたり、そしてそれでいて、僕のベッドルームではあるという、はい、そのプライベートな空間から番組をお送りすることができるんですね。えいい時代だ。これからずっとこうやろうかななんて思うぐらいね。あのここだって後ろにね、もうベッドあるしね、こうやって、寝ようかなとかね、あちょっとギター、パッとこうやればここにギターがってあるしね、もう何でも周りにあるんです。スタジオと違うからちょっとなんとなく家の中だからこうバーンっていう空気感があるかもしれませんが、それでなんか部屋の中はね、まあ僕そんな広い部屋じゃなくて、ここにはなんだっけ、暖房器具これちょっとこれね、今年買ったこれいいなっていうあったかいのがあるんで、部屋にはビデオデッキが2台と、それでテレビはちょっと小型な、僕の部屋だから小型なやつで、上にはオーディオ機材とかあって、まあこう録音用の機材もあって、そしてまあ今はねパソコン、コンピューターで全部録音できるから、で録音用のマイクもね、ちゃんとこれはいわゆる音楽スタジオ用のやつを無自宅に持ってるんで、これできるんですね。だから何でもできちゃう。それでここはあれですよ、日本放送のいつもお送りしてる大きなすごい素敵なイマジンスタジオで僕はやってるんですよ。なんか僕だけかもしれないけど、この贅沢なことやってるんですけどもね、今日は部屋は狭いけど家なんだよ。でこの家だからなんかいろいろな音がすると思うんだ今後。でこれ我慢してほしいんだけど、生活音だからね。でなんかやっぱりなんていうの、スタッフはラジオのスタッフは誰もいないんです。いるのは僕とあの人だけですから、ね、だからあの人の生活音が時々聞こえてくるのはしょうがないんです。だけど家でこんなことがやれるっていうのはなんかいいな、とってもいいな。でしかも、こんな今時期だしね、こういうのありだな、こうなんかこんなのとってもなんか自分の幸せを感じて いいな、こんな感じて自分だけ幸せでいいのかなと思うぐらいいいなっていう、こんな放送ができるなんてね、本当に夢のようです。自宅からお送りする、それも自宅の勉強部屋っていうか、それからベッドルームでもあり、プライベートなこの空間からお送りする2時間、吉田拓郎がお送りするオールナイトニッポンゴールド。今日の1曲目は吉田拓郎、朝日がさん。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。東京都の厚木からです。拓郎さん、やりましょう拓郎ロックンロールナイトで、イコールタックンロールナイト、ゼップ東京とゼップ大阪でやりましょう。いや、ゼップ東京とゼップ大阪でやりましょう、タクローロックンロールナイト。1階はスタンディングオールスタンディング、2階は着席でいいでしょう、みんなで弾けるってのはどうでしょうねえ。バンドもファンも年齢高めなので、7時開演で8時半でいいんじゃないですか、終わるのは。ねえ
いいですね。ゼップ東京とゼップ大阪だな。うん。オールスタンディングでね、もう今から想像がつきますよね。もうね、どっちの会場ももうライブ終了まで、ステージ上も客席も、果たしてみんな無事に立っていられるかっていうね。もはやもうあのね、何を歌っても何を演奏してもそんなことはもう全然問題じゃなくて、客席もステージもその立っていられるかどうかだけが勝負になってくるというね。なんか想像がつきますし、絵が浮かんでくるようなね、なんか相当この悲惨なライブになりそうだよね。まあなんつうんだろうな、ツアーというとね、今度は本当にそうね、皆さんと、とにかくいつまでも皆さんもお元気でね、僕も元気で、変なやつ絶対ありえないよね、こんなもう状況も状況だし、ただ、年が明ければね、どんな雰囲気になってるかは全く今は読めませんけども、なんとなく大阪は絶対やりたいなっていうのが以前からあったからね、大阪にはちょっと借りもあるしなみたいなことがあるし、大阪のみんなにもさよならって言いたいし、だから大阪は行きたいなとか、名古屋も楽しかったなとか、本当に横浜は素敵な完璧なステージができたなとか、宇都宮とか大宮は好きだしなとか、で東京はどうなんだ東京はもっとちっちゃい、この間の神田共立高度すっげえ楽しかったから、ああいうなんかレベルで、ちっちゃいとちっちゃいっていうかそれぐらいの感じのところもいいなとか、なんかいろいろ考えて、まあこれ、スタッフね、制作スタッフ、いつも僕は、ハイクアウトっていう事務所の力を借りてやってきたんですが、ハイクアウトさんともさよならっていうことになるのかなとか言いながら、まあね、考えてるんです。セットリストをね、いろいろ考えてると楽しくて、夜もこう目が冴えちゃってさ、でこの部屋でね、すぐメモしちゃうんね、すぐスマホとかにこれ入れようとかって、でそれをね、今ちょっとここにあるからね、家だから何でも、僕の部屋だから何でもここ手の届くところにあるから、どんなの今僕がね準備してるかっていうと、今43曲ぐらいね リストアップしてて、どうしてこんなに悲しいんだろうとか、たどり着いたらいつも雨降りとか、昨日の雲じゃない、これ絶対歌いたいな、でそれからまあもちろん流星とか、流星は歌いたいなと、この間のねライブ見てもらったから分かると思うけど、見てもらった人にはドラムの村石がね、歌とともに曲の進行とともに盛り上がっていって、最後あんなリハーサルで見たことないようなドラミングに入って、もうベースの秀樹も鳥山もみんなバンド全員が村石を見て笑顔になっちゃってるっていうね、全員の気持ちが、僕もそうだったけど、村石すげえな今日っていう感じがね、みんなが共有しちゃってね、ライブビデオを見るのすごい好きなんだけど、 DVD 見るの好きなんだけどね、あそこの村石が好きだな、だから流星はやりたいなとか、いくつになってもハッピーバースデーもなんか歌っておきたいな、それから吉田町の歌やりたいな、久しぶりだしな、そして、なんかすごくリクエストの多い浪人ね、1985、これやりたいな、か僕マーク2歌っときたいな、ちょっとねアレンジを変えてみたいなと思ってるんですね。それから一人思えばっていうとこをちょっとねアレンジ変えてやってみたいなとか、まあ順とかはやりたい、それから、僕たちのラプソディっていうのを、これメロディーを作ったのが、曲を詞は僕が書いたけど曲は、竹部たちが作ったんだけど、メロディー変えようかなね、竹部たちには悪いけどちょっとメロディーが俺あんま好きじゃねえなって言っちゃったよ。それで、ちょっとメロディー作り変えて新曲としてやってみようかなとか、
それからそうだな、唇をかみしめてとかはやっとくのがいいのかな。もちろん王様たちのハイキングはこれはもうフルコーラスだな今回はっていうね。あとね、雪っていう曲をね、ちょっとね、なんていうの、まあヒップホップな感じにアレンジ変えてね、雪っていうのをやってみたいな。それから夜が来たっていうのね、よろれいいほーっていうのがね、俺やりてえんだな。すっげえ、俺すっごい好きな曲なの。夜が来た。それから、まあ、言ったらチェックインブルースなんかはちょっとこう、ダーンってロックやりたいな。から、そうだな、海を泳ぐ男とか、ウィンブルドンの夢ってのを歌いたいなとか、それから、あと、あの子に会えたらっていう古い曲なんだけど、鈴木茂のアレンジだったけど、これもちょっといいかな。それからちょっと、重いんだけど、アデイっていう曲も俺好きだな。あと、これちょっと後で聞こうかな。それから、そうだな、この指とむれとか、俺を許して、この指とむれとかやるだろう、元気です。元気ですよと答えよ。これ歌っとくべきだなっていう感じが。それから、決断の時っていうね、NHK の主題歌だったんだけどね、これをね、やったことないんだけど、これをリズムをスカとかレゲエに変えてね、やりたい。から、季節の花っていうのは歌いたいな。ね、これ午前中にのアルバムだけど、季節の花歌いたい。それから、清流か、清流。これもちょっとあれかな。そして、恋はどこへ行ったっていう午後の天気の中に入れたやつもね、歌っときたいな。そして、ザ・ティティやったね。これね、野球のナイターのテーマソングだったんだけど、これね、すっげえ、めちゃくちゃ軽やかな、軽いね、ロックンロールだね。だザ・ティティやったねっていうのを、これなんかコーラスチームとね、ボーカルチームとやると楽しそうじゃん。これやりてえなとかって。で、しんみりと、歩こうねもやるかな。これなんか、これを歌いながら、なんとなく、最後の曲っていうのもいいかな。そして、なんか、後で、まあ、メールもあるかもしれませんけども、いろいろメールたくさん来てましたが、愚かなる独り言っていうね、これがテレビでオンエアされたんですけども、されたそうですが、これが良かったっていう、だから、これをなんか今風にアレンジしてやるのも面白いな。そして、僕は大好きなんだけど、もうスリーコードのいわゆるブルースロックとしてね、僕たちはそうやって生きてきたわ、やりたいなとか。トラベリンメン、おお、トラベリンメンもやりてえなとか。最近なんかちょっと噂になってる、テレビのなんかで使われてるらしいが、午前0時の街っていうのも、まあ、今風にアレンジしてみれば面白いかな。そして、まあ、三拍子の曲だけど、どれだけ歩いたのか、覚えて今、明日の前にね。そして、すげえ、一番原点だった、もうエレックの頃の、ノラ・イル・ノ・ブルースっていうね、スリーコードのブルース。これをね、ちょっとやってみるかな、とか。家へ帰ろう、家へ帰ろうっていうのもどうなんだろう、とか、もし。そして、もちろん、このコンサートは、今度やる、まあ、さよならコンサート。さようならコンサートは、僕の作詞作曲で通しますので、もうこれはもうこの間やってみて本当に気持ちよかったし、本当に、ステージでも言いましたが、こういう狭い吉田拓郎の世界ではありますけども、この世界が僕は好きなんです。だから、この世界の狭い世界でいいですから、僕の歌は、こういう世界で、幸せだったなっていうことを歌いたいということで、まあ、今度も吉田拓郎作詞作曲で通したいと思ってるんですが、1曲だけステージの中でサービスとして、この他の人にこう提供した曲、これを1曲だけ歌ってみたいっていうのが、ちょっとね、サービスコーナーでやってみたいね。で、それをね、ちょっとリクエスト取りたいな。じゃあ、次回放送までにね、ちょっと皆さんからね、あれ歌ってくれよっていうのがあったら、他の人に提供した曲ね、ヒットしてたり、ヒットしてなくったり、それ関係ないから、僕が今思ってるのはね、
あのね、僕僕笑っちゃいますっていうね、僕笑っちゃいますっていうの、これねちょっとロックアレンジでいいな、軽やかで。それから僕の大好きな場所っていうね、篠原が詩書いて高木ブーさんに、提供したんだけど、これも俺ちょっと人に提供したっていう曲の中で歌ってみたい。それからね、もうあんまり知られてないんだけど、富田靖子っていう人に作ったね、恋かくれんぼっていうのが、ね、あるんだよね、恋はララレレテレレレレルルルルルルルトゥレレレレって好きなんだな、これがね、ドンスッタタドンスッタタってこういうリズムでね好きなん。それからあの県の子に作ったね、六本木レイン、六本木レインレインレイン、これもちょっとね、俺歌うとちょっといいんじゃないかななんて思ったりする。からまあ古いんで、杉田二郎に作ったね、君住む街っていうのなんかね、な三連のね、いわゆるあのちょっと待って、ね、だからあの街さよなら、もう帰れない、こういうんだったっけ、ちょっと忘れちゃった、そういうね、なんか君住む街っていうのもいいなと思ったりして、これね、時間は、まあ、たっぷりあるという気がしますので、皆さんからのね、リクエストお願いしたいと思います。僕はかなり、本当にこれ、最後のステージとして、皆さんのリクエストにも応えたい、できるだけと思うんで、吉田拓郎作詞作曲で、ステージ全てを通します。そして1曲だけ、他の人に提供した曲を歌ってみようっていう気もあります。だから皆さんが思うこれ歌えてくれよっていうのは、あまりね、正直言ってなんていうの、もう普通、そういうの普通じゃんとかいうのは、普通じゃんっていうか、まあ何でも普通だけどさ、あんまりないんだけどね、ないんだけどっていうか、受け付けないんだけどさ、だけどまあ今日今さっき言った曲なんかは結構ね、割と僕的にはコアな感じかなとは思ってるんだけど、何かリクエスト皆さんからありましたら、送ってください。今日次の曲は、ライブバージョンです。どうしてこんなに悲しいんだろう。吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。毎回大体最近僕が見た映画とかで、ちょっと印象深かった映画っていうのを紹介したりしてますが、今回もですね、そんな新しい映画ではないんですけども、見逃してたなと思うちょっと面白い映画があったんで、紹介したいと思います。これは、ウディ・アレン監督のね、まあ名監督ですが、女と男の観覧車、女と男の観覧車という、ウディ・アレン監督の作品です。これ、主演がケイト・ウィンスレット、タイタニックでね、ディカプリオと共演したあの女性が、ちょっとやっぱり年月が経ったなっていう感じの役をやってるんですが、これが見事にハマってまして、共演がジャスティン・ティンバーレイクというね、若い有名な人ですけども、このあらすじをちょっと簡単に言いますとね、この女性がケイト・ウィンスレットがですね、若い頃からこう映画とか、ね、舞台とか、まあ、そういう物語とか大好きな女性 で、まあ、映画なんかにも、まあ、ちょい役とかで出たこともあったのかもしれませんが、まあ、そんな感じでこういう映画とかそういうものに憧れてる、女性なんですが、この人が全くその趣味の合わない男と、ね、自分とは正反対のような趣味が合わないという、例えばどんな男かというと、この人は魚釣りが好きで、で野球をテレビでじっと見てたり、ビール飲みながらとか、そういうことしか興味がない、ね、そういう旦那さんと結婚するわけです。まあよくあることだな、私たちの日常でもね、日本でも。
で、この、まあ、レストラン経営してるんですが、旦那が、まあ、流行らないレストランで、地味に、まあ、どっちかっていうと夢のない日常を過ごしてるんですけども、そこへね、ある日ね、この冴えない旦那が昔別れた女との間にできたね、あの娘がね、若い娘が訪ねてくるんですよ。こっからね、人生がもう思いもかけない方向へこうね、動き始めるんですが、大きくね、まあ中身はね、あんま詳しく言わない方が見てのお楽しみなんですが、まあ、ちょっとだけ話すとですね、例えばこのケイト・ウィンスレットが働いてるこの海辺のレストランなんですけどもね、その海辺のレストラン近くのその海岸のでね、ビーチでこう見張り番みたいなアルバイトをねやってるあの若い男がいるんですよ。これがねまたね、偶然にも映画のシナリオライターとかをになりたいって目指してる若いちょっといい男なんです。でこの映画の話が気が合うわけだよね。あのこの彼女もそうだし、この人はライターを目指してるから。でこの二人が気が合っちゃって浮気してしまうんだな、浮気、うん、ここであのケイト・ウィンスレットがね、あのタイタニックからも時間が経ってやっぱりね、あの少し太めになっちゃっててね、でこの映画の中でも、まあ、あの冴えない旦那にうんざりしてる中年のね、吐き口を求めてるっていう女をね、見事にもう演じてるんですけどもね、これなんでこの作品でこれアカデミー賞とかノミネートとかなかったみたいなんだけどな、なん素晴らしい演技だったけどな。で、さてこの浮気相手の若い男と、なんとですね、さっき言ったそのダサい夫と彼の元妻との間に生まれたっていう娘とかね、またこれができちゃうんだ。これがだからもう大変なわけだから、あのケイト・ウィンスレットにするとこれはもうね、あのよりによってね、自分のその不倫してるんだよな、だから不倫なんだけども、まあ、自分の恋人じゃん、その恋人を、自分の旦那の娘に取られちゃうっていうストーリーなんだな、話なわけ。そりゃまあ、あの彼女としては頭くるわけですよ。でまあとにかくね、みんながこう入り乱れてね、そうそう、この辺でね、ケイト・ウィンスレットにもね、あの連れ子の男の子がいるんですが、この子がね、またね、放火癖があってね、火をつける、いわゆる問題児なんだな、うん、これもまた問題児なんだ。でそんなことでも、いろいろ盛りだくさんで、あれこれあって、まあ、映画を見てのお楽しみっていうことにしますけども、映画のそのラストあたりでね、旦那がね、ケイト・ウィンスレットにね、おい、野球でも見に行くかとかって聞くとね、この奥さんがね、一言ね、行かないってつぶやくんですよ。ええ、おい、野球でも見に行くかとか言ってね、仲直りでもしようとしたんだろうな。たら、彼女は一言、行かないってつぶやくんです。これが二人が合わないんだな、趣味が。野球見に行きたくないんだよ。彼女はね、映画とかそっちなんだよ、舞台とかね。ところがこの旦那は魚釣りに行くか野球見るかしかないんだってんかな。もうこの男と女、女と男がね、あのシンプルなようなんだけど、実はあの微妙にこうな、そういうなんかバランスを取りながら生きてるんだなっていうのが、あのつくづくこう描かれててね、ウディ・アレンらしい非常に佳作だと思うんですけどもね。ウディ・アレンはあのブルージャスミンというね、あのこっちはあのケイト・ブランシェットの方の主演で、あの一人の女性がね、あのすごいセレブな生活から人生が破綻してね、でいわばもう全く平凡な日常を送ってしまうことになるっていう、あのだけどあのやっぱりこの女性にも変なプライドやら見栄があって、ますますこの彼女が不幸になってしまうっていうね、これはあのこっちのブルージャスミンの方はアカデミー主演女優賞をね、ケイト・ブランシェットが取ったんですが、これもあの女性のいわゆる夢と現実っていうのを描いた映画だったんですけど、ウディ・アレンっていうのはこういうのうまいなっていうふうに、この映画あの女と男の観覧車見てて思いましたけども、さてラジオを聞いてるね、みんなのお家
ちょっと心配になる、なるよ、世間、余計なお世話だろうけどね、ダメだよ、旦那がね、野球ばっかり家で見てたりね、休みになったら魚釣りとかゴルフばっかりでさ、たまには二人で映画見に行ったり、ショッピング行ったり、ちょっとあれ、なんつうの、おしゃれなレストランとかでディナーとか、今更とか言ってないで、今更なんて言っちゃいけねえんだよ、残り少ない人生なんだからさ、だからハッピーエンドで行かなくちゃいかんなと、女と男の観覧車ね、これぜひね、皆さん見てもらいたいと思いますね。曲は雨を見たかい、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、いきます。今日の放送はこういうのやってみようよっていうわけで、なんとですね、この放送を、僕の自宅から、いつもの僕の部屋、詩を書いたり曲作ったり、あるいは寝たり寝たり、はい、ここにベッドもあってですね、まあ僕の寝室でもあるんですけども、仕事部屋っていうか勉強部屋だな、からお送りするっていう、こんな番組ができるなんてね、考えもしなかったですけども、まあそういう意味じゃすごいリラックスして、あっちの方でね、誰かが生活している音とかも、時々聞こえるかもしれませんが、2時間やってみようという特別企画なんです。ラジオネームまこ、拓郎様お誕生日おめでとうございます。そうか、忘れてた忘れてましたが、誕生日なんだな。昨年の今頃のツアーリハーサル中にバックミュージシャンの方々が拓郎さんの誕生日をお祝いしているビデオを見てます。ねえ、あったね。そうだそうだ、彼らからねプレゼントもらって、こんなちっちゃいのかとか言ってるやつだな。うん、それであれなんだあれね、iPhone 用のワイヤレスイヤホンだったんだな。あれすごくいいイヤホンだね、ワイヤレスで。ああくれたんだバンドがね、優しいやつらだ。あれはリハーサルの初日だったのかな。みんなと握手して回る拓郎さん、握手は危ないなんて思う日が来るなんてね、1年前には想像もしていませんでした。本当ですね。マスクなしで友人たちとくっつきながらワイワイ楽しく笑える日常を早く取り戻せますように。私はライブハウスやバーやカラオケや飲み屋に遊びに行きたいけど我慢して家にいることにしますねえ、ライブハウスやって言うんだけど、バーやカラオケや飲み屋好きなのねえ、いやー俺もね、あのバンドに早く会いたいですね、彼らにはね。今 でもね、メールとかで時々元気の確認をねお互いにしてるんですけども、早くあの連中とね音楽を一緒にやりてえなって本当に思うんですよ、つくづくね。本当に素敵なバンドに仕上がったなって、ビデオ何度も見るたびにつくづくいいバンドに仕上がったなって思いますね。だからいろんなトライがね、これからまた次のトライっていうねことができる気がするんですよ、このバンドならね。だから音楽の楽しさがすごい、なんか伝わっていいバンドに仕上がったなと思うんですけどもね。さて、さっきもしね、もしっていうかまあ、心は決まってるんですが、コンサート、ラストコンサートやるとしたらどんな曲を歌うかっていうのがありましたが、ずっと、皆さんからもリクエストを募集してましたが、まずこの1曲目とエンディング、ライブでね何を歌うかっていうのを、みんなどう思うかっていうことでリクエストを皆さんからいただいてるんですが、名古屋市の玉田直美59歳は、オープニングで歌ってほしい曲は That's It やったねをぜひ、ぐいぐいノリノリの攻めのステージで始まりにしてもらいたいね。さっきもちょっと言いましたが、これはまあ内緒なんですけどもね、全然ちっとも内緒にはなりませんけどもね、ここで喋るんだからね、この曲ね本当に俺ね密かに考えてたんですよ。これオープニングどうなるの、まさかと思ってるから、ザッチッチやったねをねオープニングで始めたってきっとね誰も分かんないだろうなと思ったんで、バラしちゃったけどね。
でも今のさっきも話したこのバンドのね、あのボーカルチームがね、あのエネルギッシュで若くて気分いいからね、こういう掛け合いの多い曲っていうのは得意だんだな、得意なんだよ。でしかもね、振り付けでステップとか踏んでくれてね、やったらいいよね。あのまたあの前回も何曲かやってもらったんですが、今回つか次回はあの全曲ね振りを、プロのいつもこの間もねプロの、踊りのダンサーのすごい有名な人がやってくれたんですよ。女性の方でね、この方にもっと全曲つけてもらおうと思ってね、ボーカルチームの、ステップを。でこれでねちょっとヒップホップな感じでね、ザッツイってやったのはね、持ってけヒーローね、なんかちょっと考えてるだけでこうウキウキしてくる感じがあって、いい選曲かもしれないね、1曲目としてね。これは玉田直美は59歳名古屋市から、今度はこれも愛知県、水野和道44歳、ペンネームタイソン。まず運命のツイストでドッカーンと始まると。運命のツイスト、他の人への提供曲を歌うんだったらもうやっぱり我が輩友よを歌ってもらいたいと。そして、最後の曲は流星がいいんじゃないかと。人類歴史上最高傑作と言われるこの曲すごく大きく出たね。人類の歴史上最高傑作と言われるこの曲はもう絶対外さないと思います。エンディングに流星なんて言ったらすごい、もうこれやってもらいます。そしてそれはともかく次もぜひボーカルチームには全員参加してほしい。ボーカルチームの楽しいダンスが会場に一体感を生んでいると思います。なんだったら加藤泉ちゃんだけでも参加してもらうバカ野郎何を言ってんだ。ボーカルチーム全員ね、全員連絡取ってね、次絶対やるんだろうって言ったら絶対みんなね絶対外さないでくれて、向こうの方からもねきっちり売り込まれてからもう間違いなくやります、あのメンツで。オープニング運命のツイストっていうのは悪くないのかもしれないな。それは1曲目から俺踊んなきゃいけないのかなそうなるとちょっとオープニングで下手っちゃうかもしれないけどねそれやっぱ新曲っていうのはいいかもしれないな。泉を絶対入れてくれっていうのはね、ボーカルチームには振り付けをつけてね、ダンスつけて、ステップつけてやりますからいいかもしれないね、運命の人ね。ラジオネームマハロヒデは、原曲とはアレンジが全く異なり、イントロだけでは何の曲かわからない。拓郎さんが歌い出した途端に客席からおお、なんとかだったのかよという感じの曲を期待しています。やはりノリノリでパワフルなロックンロールがいいですね。詩が突き刺さるエネルギッシュなメロディー、そしてパワフルな演奏、ペニーレーンでバーボンなんか最高なんじゃないでしょうか。最高だかな、ペニーレーンでバーボン、これね、まあいいよね、これをドガンってペニーレーンでバーボン、確かにまあありなんだけどね。まあこの曲の場合の問題は、ご存知の方はご存知の、あそこだよね、あそこをどうするかって、ここは僕の中ではね、わだかまりは消えていないし、まだこうやっぱ人が傷つくかなっていうのはあってはならないしね。まあしかもペニーレーンは行かないしね、ペニーレーンは行かないっていう方の曲、とっての曲だったらいいかもね。大阪府のラジオネームマイコ30歳、オープニングは何を歌うか、朝日がさんね、今こんな状況で毎朝検温して憂鬱な日々を過ごしていますが、目覚ましをこの曲に変えて一日の始まりをテンションを上げて今日も頑張ろうという気持ちに変えてくれています。今から始まる大事な一歩、一曲目にどうでしょうか。泉さんとのハーモニーも好きです。泉さん妙に評判いいですね、人気あるね泉さんね、喜ぶよ。そして最後の一曲は何がいいかというと、川の流れのごとく。30歳の舞子さん、川の流れのごとくご存知ですか。つい先日初めて聞きました。私にとっては新曲でした。リズミカルでかっこいいです。今のバンドでやればどんな感じになるのかなとワクワクしてきます。
古い昔の曲を引っ張ってきたらダメと言われそうですが、拓郎さんが作った曲ですから、また新たに命を吹き込んでほしいです。なるほど、川の流れのごとくは考えてなかった。川の流れのごとく、これはロックだもんね、ハードだよね。ああいいかもね。若い女の人には弱いっていうのが出て結局ね、本当にそうなんだよ。何でもね、若い人に言われるとそうだなと思っちゃうんだよな。脱線するけどね、僕の髪の毛やってくれてるね、若い女の子がね、シャンプーのことを相談してね、それでね、このシャンプーちょっと匂いが気になるよねって俺が言ったら、あ、少し気になるかもしれませんねって言って、君どう思うって言ったらね、私は結構好きな匂いなんですよねって彼女が言った途端にね、俺そのシャンプーを愛用することになったんだよそれまでちょっと臭いかなと思ってたんだけど、その子が私は好きですって言ったから、途端に、ああ俺も好きになろうってまったくな。そしてこの舞子は一曲だけ、最後の曲は川の流れのこと、これもね、よく考えてます。僕も言われてみて気がつきました。そして、他の人の作った一曲だけ他の歌手に提供した曲を歌うっていうんだったら、あ、僕の大好きな場所を歌ってくださいっていうね、いいね。朝日賀さんっていうのはもうオープニングにはもう持ってこいのいい選曲だと僕も思いますけどね。僕はもうこの「こんにちは」っていうこのアルバムの中ではね、この朝日賀さんと「消えていくもの」が好きだな。から「いくつになってもハッピーバースデー」はもう絶対に名曲だって自分で言ってるんだけどね。僕は、僕たちはそうやって生きてきた先ね、これ絶対的に愛してる曲なんですが、朝日賀さん、なるほどね、これを、やってみるのはいいですね。ライブ2019名古屋の DVD ね、あれの CD の中にね、プライベートとしてね、何曲かボーカルチームと僕歌ってるじゃないですか。あの中でね、僕がこう一人で歌ってる部分があるじゃないですか。そこをね、ほとんどね、加藤泉がね、後ろにね、後ろで影のようにユニゾンで同じメロディーをこう歌ってる場所がいっぱいあるんですよ。これ影をかすかに聞こえるようになってるんですけどね、これはもうマニアじゃないと分かんないんですけども、だから泉ちゃんと僕の声っていうのはね、結構相性がいいんですね。だから泉ちゃんがね、人気があるっていうんで、今度のあれじゃステージでは、ライブでは泉ちゃん少しフィーチャーしてみましょうかね。とにかく川の流れのごとくっていうアイデアはもう今のバンドならバッチリだって僕自信ありますね。考えたいと思いますね。それから井上智康は、僕のリクエストは何と言ってもあの子といい気分です。ちょっと待ってくれよ。あの子といい気分なんちゅうのはもう本当に俺は嬉しくてしょうがないけど、思い出したよ、あの頃な。井上智康のメールは、僕のリクエストは何と言ってもあの子といい気分です。これは僕が最初に買った拓郎さんのアルバムシャングリラの一曲目を飾っていて、当時中学生だった僕はムチ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 ューという言葉に敏感に反応したもんでした。ムチ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 ューね。そして薄キスってなんだろう、ねえねえねえで薄キスって歌出てくるもんね、歌詞がね。薄キスってなんだろうなどと、性セックスへの憧れを燃え立たせながらも、圧倒的なメロディーパワー、そして当時は分からなかったけどアメリカンオールディーズやリズム&ブルースの匂いのするアレンジに痺れましたね。今一度ムチ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 とムチ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 をにやけながら歌う拓郎さんを拝見したいです。にやけながら歌う拓郎さん、そして薄キスをステージ上でやってみせてください。拓郎さんが小指を立てて、そこに加藤泉、また出てくんだ、そこに加藤泉さんに薄キスしてもらう
というのもありかなどと期待に胸が膨らみます。誰、何のステージなんだよ、俺が小指立ててそこに泉が来てチュッてするの。そんなステージ、吉田拓のステージとしては考えられないだろう。傑作だな。しかし薄キスとかムチ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 とか、俺もアイデアマンだな、この辺の。自分で言うのもなんだけどさ、色っぽいな。いいよね、ムチ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 とか薄キスとかね、楽しい演奏だね。あの頃の拓郎さんはね、まあ、あのあれですよ、言うところの、あの悪、ちょい悪、親父っていうか悪だったんですね。まあそんな感じしますね。それであの夜な夜なね、とにかくほとんど、もうほとんど、まあ毎晩だよね、朝方までね、あの飲んだりディスコ行ったり、よくディスコはもう本当に絶対毎晩行ったな。よく酒も飲んだしね、あのとにかく遊んでたな。朝まで遊んでたんだ毎日、本当に。まあだからあの毎晩みたいに遊び相手は違うしね、遊び相手なんかもうそこに行って、飲み屋に行ったりディスコ行ったりして知り合ったやつとなんか仲良くなったりとかね、毎晩遊び相手違ってたな、そういえばな。そんな時にね、こう頭に浮かんだね、こうシュートメロディーがね、あのやっぱりあのそういうなんかディスコとかで知り合う女の子たちっていうのは本当になんかあの子といい気分のムチ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 ューで薄キッスの感じのあの女の子たちなんだよ。だからあの当時あの極悪バンドって言われたバンドでやったんだけど、青山たちとね、バンドはもう当時もね、あのウキウキしながら演奏したんだけど、あの女の子のね、あの女性ファンの印象はあんまり良くなかったんで、あまり女性ファンはこの曲好きじゃなかったような気がしますね。多分ね、うん、そんな気がする。まあね、そういう歌だもんね、あの勝手にね、女の子とイチャイチャする歌だから。それもディスコとかでさ、あのサーファーたちとね。ああ、いい時代だなっていうか、懐かしいけどね。まああの今となってはもうね、無罪放免で、楽しければいいじゃねえかっていうのは僕もそう思うから、これ歌うか。俺の電話で夜の夜中にね、あのね、だいたいね12時頃からじゃないと集まらなかったな。あのそういえばあの女の子たちもね、あれ不思議だな。あのやっぱそのだから12時頃まではね、どっかで酒飲んでね、あの例えば釜屋さんたちと酒飲んだりしてね、あの時間潰して12時頃にディスコ行くっていう感じだったような気がするんだよな。なんかその12時頃から青春っていうか悪が始まってたんだけどね。思い出しました、あのこと言うもん。それから群馬の陽子はもちろん運命のツイストで始まるがいいんじゃないでしょうか。新しい曲、もしかし新曲ならもっといいです。これだな、うん、これも大いに考えようね。新しい曲を作って、それでもちろんね、新曲やるつもりではいるんですが、オープニングに新曲っていうのもそれは新鮮だな。なるほど、うん、それはいいかもしれない。横浜のレモンスライスはちょっと古いけど、太鼓前ラブはね、はっきり言ってね、もう歌えないと思うな。俺音域的にすげー広いんだよ、太鼓前ラブって。これね、篠島だっけな、とちったの歌い思い出したけどな。ラジオネームオタクはオープニングに何を歌うかは照明をリクエストします。どんなアレンジになるかわからないですが、バンドアレンジで聞いて、照明ってどんな歌だったかも覚えてない。そんな歌あったっけっていうぐらい記憶がない。北海道のたかし、オープニングは男たちの歌、あったねー、男たちの歌なんてのを作ったね。これあれそうだな、オフコースの松尾とか、人志たちとやってる頃だな、清水。あの頃あいつらツアー回ってたんだな、あの頃やってたんだよな、レコーディングも一緒だったかな。男たちの最後の曲はキロ、渋いなキロね。
考えても見なかった曲が出てきたね。で、他の歌手に提供した曲としては、この街、林部聡さんが歌った、この間作った、この間最ね、この街は眠らない。なるほどね、これ俺を歌うといいかもしれないっていう。皆さんからの、今後もね、これまた時間もありますから、皆さんからのたくさんのリクエストを、お待ちしたいと思ってるんですが、次の曲は、That It's やったね、聞きましょう。カミラ・カベロの「ハバナ」っていう曲をですね、ずっと前に、僕の番組にメールでね、これいいですよ、聞いてみてくださいよっていうメール来て、教えてもらったおかげでね、その後カミラ・カベロに注目してるわけなんですけども、それからやっぱ同時にね、女性のシンガーソングライターでやっぱアリアナ・グランデとかね、テイラー・スウィフトとか、いわゆるその女性シンガーソングライターの活躍っていうのはもう本当に今目が離せないっていう気がしますけども、最近はですね、ビリー・アイリッシュですね、18歳でしたかね、18歳だと思いますが、グラミー賞で4部門いきなり受賞という快挙でしたけども、ビリー・アイリッシュが話題になってます。18歳ですかね。とにかく女性シンガーソングライターたちのね、作り出すそのメロディーとかああいうのもさることながら、僕は個人的にはね、彼女たちの書くね、詩の世界、その彼女たちの詩がね、言葉がね、非常に斬新でね、すごくこう刺激的な印象があるんですけどね、斬新さを感じますが、今日はね、今や世界の歌姫って言いますか、ジャンルを超えてね、いろんな、カントリーをもともとはやってた人だったと思うんですけども、ヒップホップからなんからもジャンルを超えて、あらゆる世界の人々の心を掴んで離さない女性、テイラー・スウィフトの曲でですね、これもちょっと古い曲なんですけども、知ってる人はもう当然ね、知ってるよっていうことなんで、もちろん知ってますよっていうことなんですが、自分じゃね、音楽好きとか自分じゃ言いながらね、その実はね、何も分かってないっていうね。ね、自分じゃね、俺は音楽のこと詳しいよく知ってんだよとかなんとか言いながら、実は何も分かってなくて、もうそのある時代から抜け出せないね。よく拓郎さんが怒ってるでしょ、その時代から抜け出さないでね、それでまたその世界からこう脱皮するっていう勇気もないんだな、こういう人たちは。そういうね、なあもう分かってないんじゃないかっていう、そういう人たちに今日はですね、ぜひ紹介したいと思います。このテイラー・スウィフトの古い曲ですけども、タイトルがね、もうバッチリなんだ、もうひっくり返るよ。英語でね、We are never ever getting back together. We are never ever getting back together. これまあ単純に訳すと、私たちは絶対に、そして永久によりを戻したりなんかしない。いいタイトルじゃないですか。こんなタイトルの曲作っていいね。We are never ever getting back together. 私たちは絶対に永久によりなんか、より戻したりなんかしないよっていうね、タイトルの曲。で、歌詞がもうね、テイラー・スウィフトはね、大体こう、女子心っていうかね、女の子、女性の心理っていうか心を歌にするのは天才的にうまいと思いますけどもね、これが男性の側からね、見て、僕なんかこう、詩を読ませてもらっても、いや、納得せざるを得ない。はっきり言って、はい、わかりました、すいませんでした、ってこう、頭を下げてしまいたくなるような、感じの歌がいっぱいあるんだな。で、まあ、テイラー・スウィフトは、ラバーっていうね、最近一番新しいんだラバーかな、アルバムは。これはもう、すべての曲が素晴らしくて、うちの人なんかはね、もうすべての、このテイラー・スウィフトのラバーの歌詞とかをね、自分でわざわざ日本語に訳したりね、訳す、すごい、その作業が楽しいんだそうですかね。毎日楽しいらしくて、かなりハマって、英語をね、
辞書とか引いたりしてやってますよ、ポケトークなんかも使ったりして、ね、やってますけどね、さて今日は彼女のテイラースフィフト2012年のアルバムレッドっていうアルバムの中で、まあ、これは代表曲だと思うんですけども、この曲はテイラースフィフト自身にとってもシングル版で、シングルとしてこの曲が初めてビルボードの1位を獲得したという、まあ、記念すべき曲なんです。この歌詞ですね、この中身をね、歌の中身をちょっとまあ簡単に訳すとね、私たちが別れた時のことをね、もう私は覚えてるわね、もう十分だとかなんとかあんたは言ってたけどもね、それよく覚えてる、別れた時のことはもう十分だとかなんとかって言ってあんたは言ってた。でまあ1ヶ月ぐらい会わなかったけども、あんたはね、あんたは自分の時間が必要なんだよ今俺にはよとか言ってね、俺ちょっと自分の時間が必要なんだよとか言ってたわねとか、何やそれね、いいですね、あんたは自分の時間が必要だとか言ってたね、何やそれ、それでまたあんた時間が経ったら私に近づいてきて、ベイビーね、ベイビー君が恋しくなっちゃったよね、僕はもう変わってみせるからね、僕はもうこれから変わるからさ信じてくれよなんていうふうに、あんた覚えてんの、たった一日しか持たなかったじゃないあんたのその心っていうのはっていうね、私はもうあんたなんか大っ嫌いだからって言って別れたのに、また電話してきてね、愛してるよっていう、なんて何言ってんの、私はもう何回も言ってじゃんあんたに、私たちは絶対に永久によりを戻したりなんかしないって言ってるでしょ、こんな痛快丸かじり、いや何をかじるんだ、痛快ですね、あんたっていう男ね、本当にね、なんてかっこいいんだいね、この女の人のこの、なんて言うんだろうな、姿勢。それにしても本当にテイラー・スウィフトさんに謝りたいぐらい、男っていう生き物は愚かなバカ野郎が多いね。本当にね。愚かですね、男っていう生き物は。いや、本当にこの、We are never ever getting back together。ぜひ皆さんね、一度、聞いてほしいんで、今日はこの曲を、かけたいと思います。世界の歌姫テイラー・スウィフト、皆さんも遅くないですから、遅ればせながらアルバムいっぱい引っ張り買ってね聴いてください、テイラー・スウィフトの We are never ever getting back together。 日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。実はね、僕の手元に、最近ね、あるニュースが飛び込んできまして、これはね、かなりコアなファンじゃないとまだわからないだろうと思うんですけど、知らない人が、たくさんいると思うんですが、皆さんぜひね、ネットやなどで知ると思うんですが、キトリ、KITRY、キトリ、カタカナでキトリっていう、女の子2人のね、ピアノの弾き語りなのかな、いわゆるピアノを2人でこう姉さんと妹さんらしいんですが、ピアノの連弾ってね、分かるかな、2人で並んでピアノ1台をこう弾くののピアノ連弾のユニットなんですね、弾き語りピアノので、ピアノを連弾するんですが、姉さんがモナちゃんという人で、妹さんがひなちゃんという人らしいんですが、このキトリっていうこのデュオがですね、今度、僕ももう本当に自分が作った曲の中では、もう3本の指に入るかっていうぐらい気に入っているメロディーの、アンドゥ・トロワー、キャンディーズに作ったアンドゥ・トロワーをですね、演奏して歌ってレコーディングするんだってしたいんですがっていうニュースがね、僕のところに届いてですね、そして、そのデモテープ、まあちょっと軽くやってみようかっていう感じでレコーディングじゃなくてデモ録音した CD がね届いたんですけども、これ大橋トリオっていうね、これ時々僕もいろいろワウワウとかね、
ああいうのでライブ見たりしてたんですが、これ大橋くんっていう人が一人なんだけど、この人のことを大橋トリオって、一人なんだけどトリオっていう、ふうに呼ぶらしいんですが、この大橋くんという方がプロデュースを、するらしいんです。でこのデモのデモ録音の聞いたんですけどもね、いやーね、本当にね素晴らしいんだ。うわ、なんかね嬉しいんだな。なんかね、思いもかけない展開で、思いもかけないプレゼントをいただいたっていう感じがあって、すっごい嬉しかったんだけど、あのアンドゥ・トロワがね、実にこの今の現代に生まれ変わって、見事に生まれ変わって、まるで新曲として、なんて素敵な曲なんだこれっていう感じ、もうそのメロディーを作った僕がね本当に涙を流しそうになるぐらい嬉しかったんですよ。これ聞いた時に、なんだろう、嬉しかった。こんな嬉しいことはないっていうぐらい幸せだった。これね、皆さんにもぜひね聞いてもらいたい。これから彼女たちキトリーの演奏するアンドゥ・トロワをぜひ見逃さないように、いつ発売になるアルバムかまだ僕も詳しいこと知らないんですが、これね絶対ね音楽が分かる人だったらもう涙腺うるうる間違いないです。はい、僕もうちの人と二人でいやーいいねーってこうなんか嬉しくなってしまいました。そして北条が書いたね、北条誠が書いた歌詞、詩がねキャンディーズの時には感じられなかった要素なんですけども、このキトリのを聞くと潤いね、僕はこう表現したいな、潤いに満ちたバラードなんだな。なんだろう、この潤い感っていうのはキャンディーズの時にはさらっとしててなかったんだけど、こんなに潤いに満ちた歌詞だったっけって思い直すぐらいで、僕のメロディーもこんないいメロディー、まあ自分で言うかな、言うんだけど、いい、こんな素敵なメロディーだったか、生まれ変わってんだバラードとね、いいな。とにかくね、ちょっと今日はねこのデモテープなんで、なんて言うんだろうな、全部お聞かせするのは、どうかと思いますが、OK な部分だけちょっとね、聞きます。もうレコーディングが終わって CD が出たらぜひこの1曲だけでも他にいっぱいいい曲入ってるんだと思うけど、ぜひキトリが演奏し歌うこのアンドゥ・トロワをぜひ皆さんに聞いてもらいたいと思います。今日お送りするのはデモテープの一部です。東北放送でお聞きの皆さんとはお別れです。ラジオネームのキヨっていうのからメールが来てですね、質問ですけども、拓郎さんが一番好きなコード、ギターのコードはどんなコードですか。もうこれは僕は昔から言ってますけど、コード A とコード E、 コード E はもう間違いなく、これがやっぱりねブルースコード、ギターのロックンロールのあれな基本なんで E が好きです。それから E に関連してやっぱ A っていうコードがね、この響きがいいですね。で E はこのオクターブ E っていうのが、この E を弾いておいてこのまま指を12フレットをスライドさせるとこういうオクターブ E が弾けるんで、よく私の足音とか名古屋のステージなんかでも鳥山がやってる時で、僕は後ろでこういう響きを響かせたりしてねやってました。この E の関連で A っていう、これが綺麗なコードで好きなのは、A じゃないとできない感じの曲っていうのがいっぱいあって、例えばこのありえないんですね、気分的にやっぱりこのコード A の、だから A っていうことと E っていうコードはすごい好きなんですが、 A でね、オールド、ミュージックファンだったらよく知ってるグループサウンズ時代のね、日本で流行ったグループサウンズの時代にワイルドワンズというグループがやってましたけど、
き、よく弾いてましたね昔ね。最近今ちょっと上手くなかったけどね。だからギターのコードで言うと E、 それから A、 これ両方とも大好きなんですけどね。次回の吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド、放送は5月8日金曜日です。メッセージをお待ちしております。メッセージは ty@allnightnippon.com ty@allnightnippon.com までお願いします。今日最後はですねこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。イーグルスでデスペラード。それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は吉田拓郎でした。酔いつぶれた父がセーラームーンとコスプレで警察に保護された